AJ ユナイテッド。今ですね、ちょっともう 日が陰って撮影終わりってなってるんですけど、でそしたらいつもながらの樹海さん今うんこしに行ってるんですよ私は。で今回ですね、前回舐め切った PK ってやったじゃないですか。今回は舐め切ったフリーキック、もう樹海さん戻って多分今日終わりだと思ってるんですけど、あの当たり前かのように普通にいやもう一本取んないともうストック足りねえよっていう体で、はい、もう一本もう急遽取るみたいな感じにします、はい、まあでも10球対決にしても全部舐め切ったフリーキックやるとバレるじゃないですか。前回やってるからさすがにだから5回ちょっと舐め切った感じのフリーキックを蹴ってって、はい、樹海切れるのかっていう現象っていうの怒らせたら今回勝ち、怒らせたら勝ちよ。ということでちょっと最後の方はちょっとブチコさん絡んでくるかもしれない、まあ、途中もちょっと指示があったらちょっとある位置に行ってもらって、わかりました、思いっきりやっていきましょう。はい、こっちの方に、あ、聞きましたね、行きましょうか。樹海さん、ちょっとスケジュール確認したら1本ストック足りなかったんで、ああもう1個ガチフリーキック対決みたいにやりたいんだけど。ああ、オッケーオッケー。え、だから十何日分だっけ。そう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 、雨だから取れないの。そうそう、取れないで、もう取ってるね。だからちょっともう時間ないから、あ、もう回ってる回ってる。オッケーオッケー。 AJ ユナイテッドフリーキックガチ対決、これは面白い。多分ね、はい、ちゃんとしたボールで樹海さんと対決するのめちゃくちゃ久しぶりだと思うんですよ。なんか最近そのキッカーボールとかゴールキーパー用ボールとかで戦ったりとかあるんですよ。そう、あとなんか新しく買ったボールとかではあるんですけど、あれが初心に戻るってことか。そういうことね。なるほどね。初心に戻ってなんか髪も楽しちゃいましたし、ね、まあちょっとあのムラもあるんですけどわざとじゃねえのかそれ。ちげえわ。ちょっとブチコさんはちょっと足が、うん、今ちょっと怪我してるということで、本当はやりたかったんですけど、今回は戦えないので、もう俺ら怠慢でやっていきましょう。チャレンジスタート。じゃんけんしていきましょう。最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、しゃ。高校でいきます。デルタアーム回転出ねえか、新作の迎えてくれた、そんな出るか簡単に。焼肉、待て、ボールマウスはガラガラよ。しゃ、待て、誰が焼肉やね。いや、私たちですけど、エバナの焼肉のあの牛の人ではないですか。日がよっしゃいきます。うまい。キーパー動かなかったな。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。まあ、サービスっていうやつね。やっちゃえぐれんな。え？ちゃえぐれちゃうわ。ね。あった。さっきのあるゴロゴロ、さっきのあるゴロゴロ、さっきのあるゴロゴロ、待ちこない。シュシュシュ。いや、これはもう普通にセットよ。普通にセットして抜けりました。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。え、これはいいコース決まりました。ちょっとゴロだったんですよ。コロコロフリーキックになっちゃいました。フェアもなったんだよ。だから今 3-0 でしょ。今 3-0 っすね。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。もう決めるしかないじゃん。絶対止める。じゃあ行きますか。うまい。サイドネットが揺れるのはうまい。オッケー。いや順調だわ。キャノン行くぜ。ワンチャンあっち行くから。さっきまた来るかも。うわー。お前、いらないんだ。え、足は一球だけ本気で蹴れる。いやでもこれ今 A さん電話入ってないですよね。ノーゴール、ノーゴール、ノーゴール。あ、ノーゴール。まあ俺的には、まあ今本当は点入ってるんだけど、この試合だったら点入ってるけど、
まあ、関節フリー、まあ、実際には今フリーキック対決を空振っちゃったんです。さあ、え、キャノンですか。キャノンならやっぱこっち側にいないと怖いんだよね。え、キャノンならこっち側にいないと怖いんだよ。外国の煽りでクソ腹立つやつ。ちょっとそれ何か放送するの、それなんで俺の前でやる。行きますか。いやマジ決めない、もういいや。オーケー、いいシュート、オーケー、いいシュート。おい、なんやねん今、気持ちいいシュートだった。これ何球目だ、次何なんじゃ。え、7球目、今先輩7個目だよ多分。行けます。次全部入れないと勝ちないじゃん。すっげー右にいんだけど。ちょっと待って。ちょっと待って。逆に怖いだから。呼んでますよ。しゃい。待って。何やってあれは。あ、あれか。いや、あれかじゃない、いつもあれ蹴ってたじゃん。間違えた、間違えた、リアル。ちょい、すり間違えた、なんで。いや、こんなとこ置いとくなよ。やばい、今の。今、どっちにしても早かったな。あー、オッケー。待って、いいのか、これ。これ、先輩大きいじゃないですか。ねえだろ、マジで。でかい、マジでない、これは。まあまあ、だけど、まあ、俺としてはラッキーなんで。ラッキーです。めっちゃ呼んでますよ。呼んでんな。うわっ、なんやねん、あれマジで。よし、もうあれが動かないのか作戦かもわかんねえわ、俺には。弾丸でしょ。弾丸マジ怖い。てかさ、すげえ草やばくない？いきます。待てやばい、草に引きつけんじゃねえよ。いや草やっぱすごいな。草はやばいの分かってる。改めて見てもすげえから。改めて草がやばいのは分かるけども。いきます。いけいけいけ。やべ、こけた。こけた、こけたはいい。え、大丈夫ですか。お前は何やねん。大丈夫ですか。いやー、汚れちゃったよ。いやー、まあこれはだかないの、マジで。おい、いや、マジでこれは砂ぼこり気になるな、マジで。危ねえんだよ、ここ、ほんとボコボコしてね。なあ、そう、それはいいね。なに、危ねえ。いや、これも残るこれは…いや、もちろんさ、単純にちょっとこけちゃったんで。もう一回してる。申し訳ございませんでした。いやー、それでもう蹴んない。え、お前 PK の時にマジでやんない。え、大丈夫です。え、ドッキリではないじゃん。何がラボーナブチが蹴ったやつ頭にやってる。だってさ、でもドッキリでも俺点加えてないから。ドッキリじゃないよ。じゃあ偶然俺が変なとこに蹴った時に蹴っただけだから。だから別にこいつが勝手に蹴ったんだよ。そうもう蹴んなよ。もう蹴るとこないの。蹴るとこないっすじゃなくて蹴んなよ。あ、トリックプレイの準備ですか。トリックプレイの準備じゃねえんだよ。めちゃめちゃ呼んでます。これいいのかよ、決めて。あれはお前ここまでを疑っちゃうじゃねえかよ、あんなのされたら。ほー、行きます。絶対ケイスに戻るんだよ。そうか。よし。まあ A さん、これ決めないとサドンネス。マジで、マジですこれラスト。早っ。キーパーもガチよ。キーパーずっとガチ。キーパーガチ。だってそういう作戦なんだから。お疲れでした。なんかね、負けたんすけど、はい、ちょっとなんかすがすがしいぐらいの気持ちになってます、最終的に。僕たちもすがすがしいですわ。だよね、はい、勝ってますよね。そうです。そうですよね。ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、ドッキリ大成功。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。おい、誰へのドッキリだよ、これ。舐めたフリーキックどうでしたか。いい笑顔だな。途中で言ったじゃん、だから。なんで PK をさ、
俺にやってからフリーキックまでやれる。バレないもんだな。そうだね、バレてんじゃん半分。